ミッション83、破られた平穏。うわ、白い。あ、めちゃくちゃある。何も見えない。すいません、一個ぐらい出落ちさせたいな。いやあ、1本目、1本目、3本隣。いや、みんなで攻撃してるから分かんねえな。一刻を争う、被害者を一人でも減らしたい。2本目、シールドなしまでは届かないな。残念ながら奥までは届かなそう。届きませんでした。戦機怪物の3にも耐えられる。怪物が来たらタンクの後ろに隠れろ。タンク前進しろ。よし、じゃあとりあえず見えてるのは終わったから決めますか。その調子だ。前進しろ。タンクは歩兵を守れ。塔を破壊しろ。上部分を狙え。塔残ってる。いや、もうないんじゃないかな。見えてる分は終わったけど。あれ、これどこだ、アイテム。必ず黒幕を捕まえて後悔させて。あった、埋もれてた。人間だといいけどな。こちら戦略情報部、作戦をサポートします。びっくりした、なんだ。ありがたい。塔の落下軌道を逆にたどり、超巨大船の位置を特定しました。塔を落としているやつか。現在塔がないんだな。火星だっけ。塔の落下が懸念されます。ててるやつ。上空に警戒してください。月の裏側だっけ。火星じゃなかったっけ。火星は最後の司令官じゃなかった。木星だっけ。なんかまあ適当。他の星、新しいガンダムは水星だっけ。水星、水星ちゃん。中途半端に終わってます。あれ2機があるでしょ。2機があるな。おう、さあ次どうやって敵出てくるの。もう全然覚えてない。軍曹、協力感謝する。教えてくれ。本格的な反撃作戦が。ハーデストで一周ね、予習しといたんだけど。君の想像より事態は深刻だ。世界中が同時攻撃を受けている。次が来ない。現時点では状況への対処で手一杯だ。NPC が歩くの遅いからと。インフェルのソロでやってるけど。あ、違う違う違う、 NPC の範囲入らなきゃいけないんじゃないの、これ。これを誰もやってないから無理やり激突する平原にする。さらちにするって。おお、さらちさらち、さらち、マジさらちが一番戦いやすい。あかん、前すぎた、死ぬ。これすみません、すみません。あ、やっと動く。さあ来るぞ。すみません、来るぞ。流星、上から来るぞ、気をつけろ。まだ来ない。どこ。うおお、出落ちさせろ、出落ちさせろ。目の前、目の前に落ちた。敵が湧いたらまずい。出落ちだ。あ、一瞬で終わった。危ない危ない。リオイこっから来んだよな。グラウス。ヒロイ君はアイテムの宝庫でしょうが。爆破剣持ってきてないから、ね、俺本体壊す攻撃しかできない。ああ、こっちか。まだか。破壊ドリはいる。そうだな。攻撃ヘリ部隊が到着する。地上部隊だ。痛い。あの赤い後ろからピチピチが飛んでくる。やけー。あれ、あ、ギロイが動き出したぞ。こちらホーファー、現在謎の攻撃隊に攻撃されている。ビーム、よし。インフェ、マルチのギロイは体力高い。次どこだ、次どこだ。だいぶ近いところ。左、なんだこいつら。あっ、いけー。終わった。こっちの10倍以上はいると。また我慢。塔だ今度。クソめんどくせえな。邪魔。こちら戦略情報部。遠距離。超巨大戦闘機を開始。作戦エリア上空に飛来する可能性があります。なんだと。これ。
到達時間はミソー。なんか話を締め出してきてるからそろそろアイテム回収しないとやばいんじゃないの。地上付近に到達しています。もう一個抜けど攻撃を中止し作戦エリアから脱出する。あーいいな広い、はい、めちゃくちゃいい音してる。アリオ焼け。適正勢力だ。香川君が勇敢に金槍に突っ込んだアイテムを回収してる。頑張っとってた。夜は裏のデュロイ倒したアイテムでも回収しておきますわ。もう回復でも取ってたらいいんじゃない。ややこしい。宇宙船なのか。アーマーが残ってるぜ。金槍倒したらちょっと逃げた。戦闘ロボットです。やべ足が多すぎる。ロボットが来るぞ。て多脚戦闘ロボット足重いやる。じゃあもう死んだわ。イエーイ。もういた。記憶は残っている。アイテムを拾え。めちゃくちゃ話が終わりそう。アイテムだ。アイテムを拾え。多分この語りは長い。君がいてくれたことに感謝する。おかげでこれが妄想ではないと信じられる。私一人だったら妄想といえば妄想だと思ったはずだ。何を言ってるのかちょっとわかんないですね。メンマを作る原料だよ。メンマだ。結構適当に言ってるから間違ってる可能性も。まだ終わってないのか。まだ終わってない。あれ本当だ。ああそうか、このマザーが来た。マザーから逃げろうか。終わってんのか。よし終わった。アイテム21個。時々ニューがいる。あ、レベル80ぐらいまでするようになってるね。これで今使ってる装備の強化もされ出すかも。そうそう。ミッション84、未確認飛行物体。なんだあれは。さて任せたぜ。今回はライサントレメロードという近距離武器なし。どこかの国の。でシュー。あ、なんかロックオンしたぞ。アリさんがいる。7じゃないよね。来た来た。あれは何なんだ。飛んでるが飛行機でもヘリでもない。当たるかな。なんかここに俺の巣を作ろう。一応当たるのか。遠いな。ちゃんと全部打ち切るまで前転してはいけない。こうだ。よし。電気電気電気。ダメージが低すぎて倒せねえ。この辺に引っ掛けよう。痛い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 痛ここに安全地帯がありましたね。無人の殺戮兵器から。あざざまーす。あべ、画面まで来ちゃった。確認されています。敵は他種のドローンを開発しているようです。危ない。こんな電撃使わない。こんな兵器が野放しになってみろ。途方もない。一応落とせるな。すべて撃ち落とされば。威力全然足んない。これほんまドーム型のやつが欲しい。オッケー、だだ。よし来た。なんとかないだ。ああ。助かる。数多すぎやろ。ダメだ、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 ダメだ。どう。あ、死んだ。やば。ホールは余裕やな。ロックオン装置はなくて上なの。よし、撃退。こちらガーリー。配置に着きました。みんな落ちていっちゃう。アンチマテリアルライフルなら、あざーす。撃墜できるはずだ。エムロードじゃ倒せんな。戦闘を開始しろ。カワ君あのライフルでいった。
超巨大船に動きがあります。何かの装置が起動したようです。起こした何起こした。情報収集を最優先してください。痛い。飛ぶんでいくらぐらいか。5000。ムキチェプ、ムキチェプ、ムキチェプ。連発できるスナイパーライフ。この武器はダメだ。じゃあ俺は足を速くしたんで全力で画面8まで逃げていきます。どこかの国の新兵器なのか。クマさんが仁王立ちしてる。ちょっと待ってくれ。優しさ。よし。まあまあまあ、十分ロックオン距離は大丈夫。こちら本部、あの飛行物体は。プラーン、ゴー。攻撃を許可する。見ろ、撃墜したぞ。俺たちの武器でもなんとかやれる。届かねえのが微妙に。高高度でドライバー。ああファインドライブ。なんて数なんだ。やっぱアファルト欲しいな。来たぞ。この兵器は自立型の派手に散らしてやる。攻撃目標はおそらく人間です。無人の殺戮兵器か。おそらくじゃなくても人間です。別のタイプのドローンも確認されています。敵は他種のドローンを開発しているようです。外した。こんな兵器が野放しになってみろ。途方もない被害が出るぞ。プラーン2、全て撃ち落とされば。こんだけ離れれば。おかわりが。おかわり。数が多すぎる。なんでやねー。クロックロックファイヤー。攻撃しているようだ。市民が危ない。可能な限り撃墜しろ。可能な限り撃墜。戦闘ドローンは条約で禁止されている。ぐいすぐ減る。どこの国はこんなもの。吉高ちゃんが取りになってるだけに。はい倒せや。はい倒せや。はい倒せや。四発ぐらい撃てば。それ秒速何、何発ってますかね。秒速もない、5秒に1発ずつぐらいかな。クソかよ。発発クソかよ。マルチロックンじゃないから1体にいかないから。40秒ぐらい耐えてくれたら大体の敵倒せる。クソかよ。ひどい。あー死んだ。あそろそろ倒れるぐらいに、どこや。大体君たちが死んだ時ぐらいに倒せる人。あーいや、うん、後ろだな。任せよう。無理です。こちらからは無理です。被害が出ても構わないってよ。クマさんの近く。おお、大反応できんか。やつら攻撃する気だぞ。あ、やべ。ダッシュ、ダッシュ。撤退しよう。あれ、死んでる。下がれ、下がれ。いつから死んでないと錯覚していた。壁に登りだ。ザース。まだ出てきたっけ？あ、ダメージ入るよ。間違いない。やつらはエイリアンだ。ライさん持ってきといてよかった。世界大戦どころか。落としたら終わりか？なんかちょっと。落としはしなかったはず。アイテム回収できる。こちら作戦司令本部。一応。開いた。来た。まだ来るぞ。また来るぞ。俺降下しに行こう。アイラブ降下した。物理立て物理立て。高ちゃんがいる。ドローンは逃げても追ってくる。生き延びるためには戦うしかないぞ。よし。熱い。うわ、うわ。プラーン。
ゴー。戦い民間人会議だってこと、それが大事。行け行け、コンバットフレーム戦闘を開始せよ。コンバットフレームが来た。アームズマン戦闘開始。コンバットフレームの力を見せてやる。見せてみろ。届かねえんだな、微妙に。これおい、この悪魔はいつ覚めるんだ。誘導ミサイルファイヤー。俺はベッドで目を覚ます。そうだろ、超巨大戦が上昇してるぞ。あと何台だ。空軍に任せろ。地上部隊はドローンを撃墜しろ。ドローン、あれで終わりだ。スポーツブックを暗記してある。稼ぎ放題だが無意味だと思い知る。タイムマシン使えるんならみんなが思いつくやつやな。競馬とかの結果を全部覚えて帰れば大儲けできるんじゃないかっていう。絶対覚えねえわ。そのやつは天才だから大丈夫。今やったら競馬のやつを覚えれるかもしれない。裏は馬に興味がちょっとできたから、馬娘的な感じで。有名なやつとりあえず覚えてたやん。馬娘が始まってから急に競馬行くやつ増えやがったから。ちょっと前までかけらも興味なかったくせによ。お、久しぶりに使ってる武器が強化。興味を持つきっかけは何だっていいんだよ。ミッション85、怪物襲来。ここも安全には見えないな。奥の方だな。安全どころか。すげえ敵が。ますますやばくなってやるぞ。あ、ここか。落とせねえよ。めっちゃめっちゃ来た。まあやや注意しながら。あ、どうもあれか。あーいいな、視界が、視界取れるって素晴らしい。視界が取れないって最悪。炎で燃えて視界が取れない。敵はレーダーで見ろ。ランプとパリとも通さねえ。何もわからん。超花火みたいになってる。人が出てるのか、僕ったらもう。ドド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 。結構近寄ってきたな。いくら。あの辺。やった。よし。画面端に。終わった。だいぶ減ったな。出ない。いや、だいぶ減ったよ。あ、ほんまや。だいぶ。まあ、後ろ、真後ろにある。あ、なかなか使ってない。うぅー。ちゃう、雲の体力が高いんだ。普通の雲。あれまだ生きてる。よし、あれこれ進化だ。次この雲進化。いや普通の雲で一目で一万だるいな。2個アイテムを落としてるんだけど、強化型。あれ3個も落としてる。あれ終わり。銀がおったんじゃん。銀がおったんかな、うん。銀でも10万ぐらいあるっしょ。もっとかな。民間人とは思えない働きだ。あれ終わってる。おい見ろ、終わってないやん。あ、終わってない。話っぷりは終わりかけたけどな。これ開くんかな。下行ってみるか。軌道がわからん。あ、どんどん離れていく。無理か、下も。わー、終わったかも。俺は終わったかもしれない。湧いた。飲まれました。あー、君が死ぬ意味がわからないんだけど。飲まれました。あの下にゴーッから飲まれました。自爆してもた。
怪物を投下するあれなんかお持ちでした。下から湧いたところ完全に巻き込まれた。とりあえず手前のやつ倒して、カラーと復活させれば機動力が。なんだよ、俺だな、俺じゃん。全部ミクスが飛んでった。全部俺じゃんよ。だってクマさんが炎の向こう側にいるんですもの。なんで死んだのって思ってた今。敵いねえじゃんと思ってた。アクお願いします。いやー、敵のど真ん中だって地面から湧いてきやがったりする。平和な世界。頑張って走ったんけど、やっぱインフェルノじゃちょっと逃げ切れませんわ。これこの隙間ならさあ回復でも取ろう。そんな痛くねえな、この炎。そんな痛くないよ。そんな痛くねえな。ピットストップはせん。100ぐらいちょっと食らった。また出してきやがった、この野郎。病気させたかったんですけどね。至る所に大型円盤が出現。怪物を投下し続けています。おっと、いないよ。分かっている。ここも怪物だらけだ。あれ、届かねえ。手伝いに来たよ。よし、終わった。でかいショットガン持ってきたけど、使うとこに。お、何このショットガン。え、ちょっと。ブレイザーみたいなショットガンだ。じゃあぜひとも使ってくれたまえ。使える距離で戦ってくれたまえ。ただ反抗しないんだよ、これ。戦火は全世界に及び、今も拡大し続けている。まあまあ終わりっぽいから、相手も残念ながら所詮は敵にしてやられた。だがまだ負けたわけではない。今重要なことは、人々が危険にさらされているということだ。よし、もうないな。我々は衝撃から立ち直る。あの大量ないでも全部回復か。回復やと思う。 EDF は再び立ち上がる。今この時から。ロウみたいに細かいパラメーター全部分かればいいのに。回復を取ったから、回復した量36000。名前は何もしないと思われてしまう。与えたダメージ、仲間への誤爆量とかさ。あれ出んかったっけ、キャラセキャラのとこで。キャラのとこで見れるのは取ったアイテム数とかじゃなかったっけ。合計だけじゃん。ビンランス。この戦いのってことです。ニュー